円の海は月の海の一つで月の表側の円に位置する。月面緯度は北緯13.3度、月面経度は統計86.1度で直径 420km である。日本語訳で緑の海と表記してある地図が時々見られるが、ラテン語名メアマージニツはメアが海、マージニツが端っこのを意味するので一切緑という意味はなく単純に語気である。 この海は表側にある他の大半の海とは異なり不規則な輪郭を持ち細長い外観である。海の面には小さい円形で引き伸ばされた構造が見られるが、これらはおそらく300から520メートルの溶岩で埋まった隕石港である。さらに、円の海には明瞭で大きいクレーターが集中していない。そのため円の海は溶岩が単に地上まで届いてできた高地の 低い地域であるように見える。海に深くうがたれたクレーター数個が近くに存在する。これらのクレーターは、樋口源が、それを囲む高地の表面より下に位置している。そのために、それらは、地表の近くに、溶岩のある円の海の周りの標識となっている。円の海近辺の有名なクレーターとしては、北方に、アルビールクレーターがあり、南東には、イブンユーヌスクレーター、北西には、 ゴダードクレーターがある。この海の表面には何か渦巻いたような嵐の対応にあるライナーガンマと同様の高あるベド堆積物が見られる。この物質は比較的強い磁場と関連している。これは東の海と対処圏に位置しており、そのこともこの物質の形成に関連があると考えられる。他にあり得る説明としては水性の衝突、火山性ガスの放出、 通常の地表が磁場によって風化した物質に覆われているなどが挙げられる。しかしこのような高気度物質の正確な原因は判明していない。ありがとうございます。